大阪府によりますときょう正午時点で能登半島地震で被災した小学生8人、中学生2人が府内の小中学校に転校していて他にも被災した小学生3人、中学生2人が転校の相談をしているということです被災地の支援について話し合う府の会議で明らかになったもので多くは大阪に住む親戚を頼り避難してきたということです 教科書や筆記用具などがなくても、転校先の自治体から支給されるということです。また、被災した高校生も不立高校へ転入学を希望する場合は、入試にかかるお金や入学金が免除されます。